まではですね、一般的な話です。一般的な話です。ここからは住宅の裏話をします。はい、で何かって言いますと、このですね、地盤調査ができるタイミングというのは、例えば土地を新しく買う方であれば、土地の契約、建物の契約も終わって、土地のですね、決済って言って最後のお金を払って名義がお客様の所有に変わったところで初めて地盤調査ができます。これは購入する前とか契約後すぐにとかですね、地盤調査はさせてもらえないんです。理由としては、例えばですが、1000万円の地盤改良工事費用が出ちゃいました。まあ、なかなかそんなことはないんですけども、仮に出ちゃいましたって言った場合に、キャンセル料が200万円だったらどうでしょう？キャンセルしたくなりますよね。そういうことがならないように、土地の契約が終わって建物の、土地の決済ですね。土地の決済、最後のお金を払うまでは、地盤調査は基本的にはさせてもらえません。はい。これまず覚えておいてください。それから、建物ですね。建て替えのケース。建て替えのケースも先ほどお話しましたが、周りで簡易的な仮の調査はできますが、本調査は解体処分して、更地になったところで建物の配置の下で調査をします。ここで何か皆さんお気づきいただいたかもしれませんが、実はですね、この地盤調査っていうのは、計画がもう相当進んでからやるっていうものになるんですね。相当進んでからこの地盤の調査をします。そうすると、もうですね、建築会社さんは決まって、当然契約が終わってると思いますし、さらに建て替えであれば、今まで住んでいた家を解体でなくして仮住まいに引っ越した後の調査なんですね。そうなってくると、当然地盤調査の結果、地盤が弱かったですよっていうふうに出た場合は、地盤の改良工事しないとしょうがないんですよ。まあ、これは当然です。先ほどの通り、ちゃんとした工事しなければ危険です、ね。ただ、これがですね、私が実はもともとハウスメーカーで設計士をやってた頃もありました。私ですね、日本の土地っていうのは柔らかいんだなと思ってました。ずっと。っていうのも、地盤調査をして地盤改良が必要ですっていうケースが多分9割ぐらい、10件お客様がいらっしゃったら9件は地盤改良工事をしてました。やってました。これは何かっていうとですね、先ほどの通り計画が進んでも着工直前に地盤調査ってするケースがほとんどなわけなんで、もう皆さんですね、進めるしかないんです。やめるっていうことできないんですよ。当然ですが地盤の調査の結果改良必要ですってなった場合は、保証するためには改良が絶対条件になります。なので、やりません。改良工事しませんっていう選択肢はお客様にはないんです。これが実は、お客様の泣き寝入りポイントなんですよ。何かというと、やらざるを得ないので、実はですね、そこの改良工事を、利益のポイントというふうにハウスメーカー、工務店も含めてですが、考えているんです。なので、改良工事がたくさんあった方が利益、売上伸びるんですよ。なので皆さん必ず改良工事を出すようになってました。当然、意図的に数字をいじったりとかってそんな詐欺的なことをしているわけではないんですが、ギリギリなラインのところだったり、ちょっとでも危ないなと思ったらすぐ改良工事をする結果をお出ししてたということです。実際ですね、本も出てますが、地盤ネットさんっていう会社の会長さんが全国で調べたんですね。全国で調べたら、約ですね、地盤改良した方の 73% しか必要なかったっていうんですよ。で、約3割の方は、やはり改良工事が必要なかったそうです。結構これ衝撃的な結果なんですよ。私も、なるほど、やはり日本の地盤は別に弱くなかったんだ。ちゃんとしてたんだっていうのが分かりました。で、実際ですね、私がこの大和重建で営業をやっていて、まあ、年間20組ほどのお客様の引き渡しをさせていただいた中でも、実際ですね、地盤改良工事が出たのは、2件、3件ぐらいだけでした。実際やはり、硬いです。ほとんど出ないです。で、特に出た方に関しては、お客様自身もここはやはり弱いから補強必要ですよね、っていうことをお話しされてました。それぐらいやはり、わかります。はい。なので、基本的にはですね、この改良工事はそんなにしょっちゅう出るものではないんですが、ちゃんとしたデータを元にしてきちんとご説明をしてもらうようにしてください。で、出た場合は、本当に必要な場合は補強工事をしていただく必要があります。はい。で、ここからもう一つのポイントの話をします。で、これはですね、
私たち大和重建や私自身もそうなんですが、考え方として私たちはですね、地球環境を考えた家づくりっていうする会社です。地球環境を考えた家づくりをする会社なので、実は極力この地盤補強工事はやりたくないっていうふうに考えている会社です。極力です。よっぽど弱かったらしょうがないです。ただ極力地球環境のことを考えるとやりたくないんです。それともう一つは、やはり地盤の改良工事、例えば先ほどの交換杭の工事なんていうと150万とか200万とかっていう工事費用がかかってきます。すごくお客さんにとっても大きなコスト、大きな負担になります。この地球環境、それからお客様のコストっていうこの2つの面から、地盤改良工事は極力したくないっていうふうに考えている会社です。で、なぜかっていうと、この環境のことを考えるという話しましたが、実はですね、土の中にどうでしょう、こういう異物を埋め込むこと、先ほどのコンクリートの柱を作ること、土自体を変えてしまうこと、これ土壌汚染なんですよ。土壌汚染なんです。実は豊洲の市場の豊洲市場の問題がありましたよね。あれも地盤改良による、またはまあもちろんそれ以外のものもありましたが、それも一つの要因だっていうふうに言われてます。はい、でそういったところですね、異物を入れるということは何かしらやはり地球環境に対する害があるというのは間違いないんです。間違いないんです。はい、なのでそういったものが極力私たちはやりたくないっていうふうに考えます。はい、でただですね、もちろん弱かった場合はちゃんとした工事をしなきゃいけませんし、もっと言えば保証がお客様にとってもこれから大事です。大和の場合は地盤の万が一沈下してしまった場合は20年間の保証をさせてもらってます。20年間です。万が一地盤が沈んでしまった場合は20年間まできちんと、お土地の方をお守りさせていただくという保証がついてます。で、これがですね、改良工事が出てしまった場合に私たちがお勧めしているのがセカンドオピニオンです。セカンドオピニオン、これ病院のお医者さんの判断でよく聞いたりしますよね。例えば A のお医者さんが、まあ、手術が必要ですよっていうふうに言った場合、本当にそれでいいのかなってなった場合に B の別のお医者さんの相談して、同じこう状況を相談をかけて、いや特に手術しなくていいですよ、薬の投与がいいと思いますよ、ただこれだけの時間はかかりますよ、で C のお医者さんに言ったら漢方でどうにかしましょう、体操でどうにかしましょう、例えばですけどね、まあ、こんな ABC のお医者さんがいた場合に、まあ、セカンドオピニオン、サードオピニオンという考えたら自分が一番いいなと思うのを選べばいいと思いませんか。はい、そういうことが実は地盤でもできるんです。地盤でもできます。で、弊社の場合は先ほどお話した地盤ネットさんっていうこの解析をしてくれる会社さんの方にセカンドオピニオンとして約10万円の調査費用が追加でかかるんですが、その費用を元にしてセカンドオピニオンで、もしですね、その地盤ネットさんの方でこれは改良必要ありませんよっていうのが出た場合、最初の会社さんで地盤改良が必要って出た結果を覆して、このセカンドオピニオンの会社さんが地盤改良なしで保証してくれます。そうすると仮に最初は100万ぐらいの地盤改良必要ですよといったものが変わってしまう、覆されるというケースもあります。はい、ただこれはですね、きちんとプロとしての営業、私たちがお客様にご説明します。明らかにすぐ近くに川があったりとか、もともと畑や田んぼだったりとか、または、造成工場をやって擁壁を作って土を埋め戻したなんていうところはもともと弱いはずです。それに対してまたセカンドオピニオンで約10万円かけるのは逆にもったいないので、そういった現場の場合は、あえてやらずに、そのまま進めた方がいいというケースもありますので、これはきちんと営業と相談をしてみてください。はい、ただ、やはり冒頭の通りで、地盤改良しなくていいんであれば、しない。これが私たちの考え方です。お客様にとってもコストが無駄にかからない。そういうふうに極力して差し上げたいという考える会社です。ですので、お客様のため、それと地球環境のため、この二つをきちんと考えた家づくりを、大和重建はお客様、そして未来の子供たちのために残していく、そういった企業なので、安心してお任せいただければと思います。はい、どうでしょう、裏話、結構これびっくりされる方が多いです。なのでこの地盤回路の考え方っていうのも、住宅会社さん選びの中で質問してみるとですね、非常に反応がいろいろあると思います。私が今お話したようなことを知らない営業マンの方が多いと思います。はい、なのでぜひこのあたりですね、お客様も注意して建築を任せる会社の選びの一つのポイントにしていただけたらと思います。
ではですね、また次回もですね、いろんなお話、家に関するお話、住宅ローン、いろんなですね、お話をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひこちらのチャンネル登録をお願いいたします。はい、ではまた次回も楽しみにしてください。ではまた。はい、本日も YouTube 動画最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます。私、店長磯野が、新しい新コンテンツ、こちら、これを知れば大丈夫、失敗しない家づくり7つの法則を無料で動画を配信しています。こちらですね、簡単登録です。こちらのタイトルの下にあります概要欄をご覧いただきますと、そちらの方にこちらのタイトルの動画の URL が貼ってあります。そしてそちらの方にアクセスいただきまして、説明をご覧いただきまして、簡単な LINE 登録だけで動画の方の登録配信されますので、ぜひこちらの登録をお願いいたします。それではまた次回もぜひ YouTube 動画楽しみにしてください。ではまた。